道の海命、全県古日より、第二本名将官道の海命、月岡吉俊作道の海命は危機に登場する、古代日本の人物。署名は、日の海の命、天の押日の命の,の光栄で、大友市の祖、神武天皇の統制の先鋒を務め、神武天皇即位の際には、旧門の経営を務めた。神武統制において、八タガの先導により久米部を率いて、 呂への道を開いた。その功績により、神武天皇から名を改めて、道の海と名乗るよう言われる。兄勝が、神武天皇に、お式という罠を仕掛けた際、道の海は兄勝に、お前が作った屋敷には、貴様自身が入れと述べ、剣の柄を握り、弓に矢をつがい追い込み、兄勝は自身の罠に押しつぶされて死んだ。道の海はその死体を切り刻み、その地は、 宇唄の千原と呼ばれる。国見岳で八十武が撃たれた後、天皇の密命によりその残党を討ち取った。まず、押坂の湯に、大室を作り、聖を率いて、残党と主演を開き、縁も竹縄になった時、道の海の組合歌を合図に、兵たちは剣を抜き、残党を殲滅した。その前に、神武天皇自ら高見結び村を掲載するときに、その採取に認じられ、 いかびめの方を授けられた。神武天皇即位後初めて政務を行う日、道の海命は、風化、統合をもって、容器を払った。神武天皇即位の翌年、統制の論栽培交渉として、築坂優に宅地を、賜り、特に目をかけられたと記されている。ありがとうございます。